吉川貴盛元農水大臣が鶏卵業大手の元代表から現金を受け取っていたとされる疑惑をめぐり、立憲民主党などの野党は追及チームを立ち上げる考えを示しました。農林大臣当時に何かそういうその利益誘導的なことがあれば、これは大変に大きな問題になってきますので、捜査の状況推移を見守って我々としても何らかのそのタイミングで対応したいと思っています。立憲民主党の安住国対委員長は、お金を受け取って政治資金収支報告書に一切記載がないなら明らかな政治資金規正法違反だと指摘しました。その上で、長期政権のおごりが出てきた、利権化して議員が不祥事を起こすパターンが続いていると批判し、真相解明に向けて調査を進める考えを示しました。